はい、皆さんこんにちは。さあ、今日はね、いつもと違うんだよね、これね。ガンプラ作ってる人が使ってるのを見てね、これアルゴ5のアルティマ5。勘のいい方はね、パッと見てね、何かが分かってるかなと思うんですけども、まず中身見てからにしましょうね。どっから開くんだこれ。どう開くんや、これ。こうか。あーしゃー、でかかった。よいしょよいしょ、出てけえへんねんけど、全然。来た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 来ました、来ました、来ました。おいしょ。まずこれと付属品がこれか。はいはい。あ、本体大きいね、これがね。はい、でコンセントとヤスリとこれね。はい、これね、何をするものかと言いますと、電動ヤスリみたいな感じかな。これってどうやって取り付けるんですか。使い方が備え書いてないんだけど、さあ、僕みたいな田舎者がこれを使いこなせるかどうか見ものでございます。嬉しい嬉しい。使わんでもいいところもちょっと使ってみようかなと思ってますので、お楽しみに。はい、そんなこんながありまして、今回は48号でございますよ。はい、今日することは何ですか。はい、2階北側の畳を作るかい。マジでかよ。あー、結構今日ボリューミーだね。頑張ってやっていきましょう。ではでは、まず壁を作るということで、これか、これ3枚あるね。この塗装のところで長押し3本あるの。あれ ?3 本あるぞ。ずっと動いたんだ。おいおい。なんでなん。あ、なるほど、わかった。ここにおった。じゃあ、これの作業をしていこうか。じゃあ、この5枚はこの5枚でいいとして。これと、これと、で、OK、これで、塗装しておきますか。これもやっとこか。ちょっとなー、違うかいけど。よし、じゃあまずは先に畳を作っちゃおうかいな。こうね、1,2,3,4,5 とで、パッと見全部入るな。 OK、さっきに畳を作っちゃおう。では余り材から使っていきましょう。よし、できた。ほい。さあ、ほんだら、まあ、これは置いといて、両面白くなった5枚、家具球に長押し球を接着します。まず、これってなんか、長押し。2、4、6、8。これで10やろ。これは後で作って、
よし。さてさてさて、ここがややこいな。両面が白い球のハブに幅き13をつけます。球の幅に13をカットするので、球の上に13をサイズ通りにカッターで傷をつけます。つけた傷にカッターを合わせ、13を回転させながら4面にカッターの刃を入れていきます。カブって、このカブか、カブね。片面だけか、両手で13あります。片断面は平やすを使って毛皮を取りましょう。同じ作業を繰り返し、13を5つカットしてください。8でカットした13の両面が白い5枚の球の下部につけます。13の塗装してない面に温度を塗り、よっしゃあ、よし、これでちょっと使ってみるか。よし、これを掴んでみましょう。どう？よし、OK。さて、次これをはめていきましょうか。ここまで OK かい？ OK かい？
さあ、次。ここね。2、4、6、7 ね。んで、これか。2、4、6、8、2、4、9、7